2年ぶりにここファンクラスに姿を現したのは痛快ストライカー、そしてスピーディーなハードパンチャー、類いまれなハイセンスムービング、間髪入れずに放たれる拳という名の毒針が今夜も放たれるのか。スタンド野沢博之。21世紀版ファンクラシストとはこの男のことなのか。日々の精進を怠らず、日々の進化も怠らず、一体この男はどこまで行ってしまうのか。そしてこの男の完成形とは、まさにファンクラス、ファンクラスイズム。そう、今夜一つ2006年の大締めをしなければいけないのもこの男の肩に一つかかっているのでありましょう。おもむろにリングインです。大石浩二。まあ、前回は、10月の25日にですね、はい、キム・インソク、これはスタンドのパンチで KO しているんですね、はい。まあ、これも今までこの大石が、いろいろとこの変幻自在な形を作ってきた中でのこの打撃の一つ完成形ではあったのかなと。あ、まあでも打撃はなんか普通みんなボクシングとか、はい、まあ、多分ボクシングやってると思うんですけど、どうしても構えとかどっしりして空手っぽいんで、そうですね、はい、なんかすごいそれが見てて合ってるような気がしますよね、はい。まあ、この独特な構えから、打撃、あるいはここからタックル この腰の強さというのも大石浩二持ち合わせておりますが、はい、一方のこのストライカー、はい、野沢です。はい、まあ、こうさあ食いついていく、この距離を詰める速さ、さすがですね、大石はね。いや、今ちょっとフックが、野沢選手のフックがカウンター組に入ったかなって一瞬思ったんですけど、ちょっと見えんかったんですけど、はい。さあ、そこが大石の真骨頂の一つでもあるんですね、はい。さあ、この隅に追い合った状態で今プレッシャーをかけていくのは野沢です。これは小さなこの肩での圧力もかけていく。でも正面あれどうなんすかね、はい、あんまりお互い有効打じゃなかったような感じですけどね、はい、そうですね。さあ、一つここで改めて仕切り直しの感がありますが、まず先に仕掛けていったのは大石。ミドル、これワンツー、これは空振った。ちょっとパンチ怖いですね。そうですね、はい、非常にね、このキレのいい鋭利なパンチが飛んでくるのは野沢のこの独特なスタイルなんですね、はい。まさにこの毒針を刺すという感じのパンチなんですね。え、いやーという毒針を言い過ぎましたか、はい、言い過ぎましたか。なんか毒針がドンキでこずっきょるような感じ見えるんですけど、あ、なるほどね、はい、あ、じゃあこのっていう感じ、重みを感じるということですね、はい、はい。さあ、このインパクトというよりもこのやはり重みを持っていく。しかしこの大石のパンチもですね、重いですよね。大石さんのがなんかすごいインパクト系の逆ですか、裏をという、はい、いや、肩周りがすごい次柔らかいじゃないですか、あなたの水すごいなと思うんですよね、はい、さあ、ここで今一つパンチを出していく、前に出る左から右へのコンビネーション。さあ、この間にもいつもの大石の独特の構えから放っていきます。そして突き放す。しかしこれをうまく今背筋を持って返していく。しかしここで、野沢がここで一気に前に出るか。これをうまく受け止めていく大石。やっべ、いや、一瞬ヒヤッとしました。いや、でもね、今大石さんもあそこでよく打ち返したんですよ。そうですね、すごいですよ、はい。きれいに2発返したっすからね、単発は返せる人を探すのと、あ、これパンチ、ここでラッシュだ、これをうまく、ここでいい有効だ、今のバシッと当たった、そのまま一つ頑張って入れずに、お互いにやった、あと崩れ落ちた、大石浩二、今夜もパンチ KO。 いやー、すごい、いや、すごいな。さあ、前田選手、はい、このところの大石選手ってこうなんですよね。いや、今 すごかったと思いますよ、だから今なんか KO されるやろうなっていう気はしたんですけど、ね、あ、予感が走りましたか。いや、その前に一発打ち返した、2発返したとこ見たときに、はい、これ下手したら
あるかなと思いましたね。いやーさあ野沢とこの野沢のラッシュが来た後のいわゆる逆転という形で見事に仕留めました。ここで結果をお伝えしておきます。1ラウンド4分53秒大石浩二 KO 勝利を飾りました。いやもうこの改めて、前田選手、まあ、おっしゃる通りのこのね、まあ、いわゆるこの一瞬予兆が見えた、はいはい、予兆が見えた展開っていうのはもうこれもしかし大石にとってみれば、まあ、あらかじめあのラッシュの中でも、相手のパンチを見つつも、自分のパンチをどうやって入れていこうかっていうもちろんシミュレーションがあったわけですよね、はい。いやでも大石さんも結構聞いとったと思うんですけどね、その中でちゃんと体締めて打ち返したで、すごいなって思います。さあこの大石浩二、今夜も、まあ、でも野沢選手がもったいないことしたっていうのも確かですね。なるほどね、はい、あそこで変にラッシュかけんかったら勝っとったと思うんですけどね、さあそういった感もありますが、この試合結果1ラウンド4分53秒で大石浩二の KO 勝利です。すごいな。